OK。おばさん、どれぐらい前に初めてこの気をつけるの用事を始めたんですか？そうですね、西暦で言わないけんのかな。平成23、4年だから。ここ初めて訪ねたのは平成18年なんですよ。その頃はまあ先生ご夫婦で元気だったからですね。ほんでまあいろいろここで、してるうちに先生たちは東京へ帰るから、ここ管理を頼むということで、じゃあ私がたまに来て煙を出しときましょうと。いろいろともうそれから明くる年ぐらいだったかな、もう。先生たちは時々こっちに来られたからですね。でも完全に奥さんが来れなくなったのは平成26年の3月だったかな。ちょうど先生があそこで講演をして、その席上でなんか倒れたらしくて、それで佐世保入院しちゃって、でもう先生はおろおろするばっかりだから、私がまあ毎日行って。もうそれっきり奥さんはこっちに来ることなかったですね。行きたい行きたいという、いつどちらも。ですか？だからもう10年以上なるですかね。火をつけるときに、宗教と文化のつながりが深いと思う。私の意見では。世界中でも、ローマ帝国の宗教でも、ローマ帝国の、行われた行事の神事は、いつも出てきた神様は火の神様でした。だから普通のローマの人々はいつも朝起きて火をの神様に、なんか幼いものも火をつけて、これローマだけじゃなくて、火をつける時になんか深いことが 起こってるだと思う。賛成しますか？難しいことは分からないけど、でも簡単に言えば、そういう舵をつけるときに大事なことですね。この家の伝道につながりがありますね。だからこういうことに、なんでこういう伝統を守るのが大事ですか？難しい質問ですね、私には。まあ昔のこの日本人の文化として、こう輪になってこうで話をしながら食事をしながら暖をとると、と同時に家の虫がつかないようにするという文化が、それを大事にしたんじゃないですかね。